させていただきたいと思います。今回の、まあ、研究発表セッションといいますかのメインといたしまして、合同シンポジウムでございます。インターカレッジソニカスフェスティバルと、日本音楽学会中部支部の合同シンポジウムで、比較的教育現場の話をしたいと思います。大学大学院教育における研究と作品創作、昨今は芸術系の大学でもあるいはその工学系の大学でも、研究と創作っていうことを両方行うっていう場合が結構ありまして、それがあってこのシンポジウム発案いたしました。私は、まあ、シンポジウムの発案者である水野でございます。だから本日のパネラーをご紹介いたしますけれども、お二方ともこの海上校の名古屋市立大学芸術工学部の先生でいらっしゃいます。お一人目が、小高健二先生です。それからもう一人方が花輪先生でございます。お二人とも非常に若くて二人がいらして我々が芸術工学部はとても嬉しく思っているところなんですけれども、お二人のちょっと熱い戦いをここでご利用いただけるといいかなと思います。それから、会場の皆様からの中には芸術系の大学の方ももちろんいらっしゃいますし、それから工学系あるいはまあ、もう少しその研究畑の工学に限りませんけれども研究畑を中心にっていうような学校の方もいらっしゃると思います。で、事実この、名古屋市立大学芸術工学部もですね、芸術系の先生もいるし工学系あるいはその、まあ、研究だけをやってきたという先生もいらして、で、学生の方は卒業論文から博士論文まで、さまざまなレベルで研究も行い、かつその、学部では必ず、作品というものを制作という作品というか、まあ、制作というものをするんですけれども、その芸術工学部における制作って何だっていうのを、まあ、私どもの大学でももう20年以上これをやって、まあ、あまり答えが出ないままその場で結構適宜状況に応じていろんな政策を学生たちにしてもらっていたんですけれども、そういったその教育現場での悩み事とかあるいは自分はこう思うといったようなことをこの、まあ、短い時間ですけれども今回のこのシンポジウムの中でお話しできればなと思ってこのような会を作りました。このシンポジウム の進め方なんですけれども、まず、まあ、最初に、多分現場の例とか自分の考えをお話しいただけると思いますけれども小高先生と花輪先生にそれぞれ少し、まあ、スライドを使って、何かお話をしていただき、その後、まあ、フロアの方 もういきなり交えても結構ですけれども、少しその意見交換っていうのを、まあ、ディスカッションまでいかなくても意見交換ぐらいができるといいかなと思っております。では、前置きはこれぐらいにいたしまして、まず早速小高先生に少し、お話しいただきたいと思います。紹介いただきありがとうございました。改めて、こういう機会いただいてありがとうございます。まあ、今水野先生からお話しあったように大学大学院教育における研究と作品創作ということで、僕はここの、まあ、教員なんですけど、まあ、こういう問題に対する、まあ、エキスパートというわけでは ないんで、ただ後から紹介していくように僕自身結構いろんなとこ渡り歩いてここにたどり着いたこともあるんで、ちょっとまあ何か、まあ、僕自身が見てきた風景を工学の風景、アートの風景というのを淡々と紹介して、まあ、だからそういう問題意識をちょっとここで共有できるような場となればいいかなと思ってやって、この時間を使わせていただきます。ただちょっといきなり、お前誰やねんっていう感じのことがあると思うので、ちょっと簡単に僕自身が今までどういうところにどういう大学で、学生、を渡ってきたかみたいな話も後で算段するんで、ちょっと今やってる話を簡単に、体洗浄大学っていうような形でここ2年間ぐらい研究室の展示を岐阜の柳瀬倉庫というところでやってます。来年の1月もやります。で、体の錯覚をテーマに、いろいろやってまして、
まあ、簡単には言えないんですけど、まあ、でも簡単に言うと、その自分の体っていうのは物理的に現にこういう形で体があるわけですけど、そのイメージの世界ではもっといかようにも変形できたり、まあ、編集できたり、その視点を入れ替えたりみたいなことができると。でな、そういうその隠されたその体の可塑性みたいなものを、その現実では無理だけど鏡とかそのいろんなディスプレイ、あるいはバーチャルリアリティ、ヘッドマウントディスプレイの中でうまくその物理世界とインタラクションしてやることで、体が変形しているような感覚っていうのを、まあ、うまく作っていると、これは実はもうここの大学院に来てから始めたことです。それまで全く全然関係ないことなんですけど、で一応今回の話と絡めて言うと、僕の研究室の場合4年生まではもうほとんど作らせるだけ、変にその研究っぽくすると、つまり何か評価とかさせると完全に中途半端なものが出来上がるんで、うちの場合はそういうことさせてないです。で大学院に行くことに関しては、実際に例えば錯覚をテーマに何か作ったとしたら、大学院に上がってから、まあ、実際それが本当にどの程度本当に感じてるのかどうかっていうのを実験心理とかの手法を使ってちゃんとまあ論文出すよ、結構そこをきっちり切り分けてやってます。でこれがまあこういうこともやってます。これ最近2ヶ月ぐらい前に岐阜駅でやったんですけど、まあ最近のそのヘッドマウントディスプレイとか、その工学的な技術全盛の時代で、一切そういうものを使わないで、生の手と足、まあ、鏡とか使うんだけど、なんかそういうのでなんか変な体を不安な気持ちにさせるようなことをやってます。これもだからこういうのは後で言うように工学的なフォーマットに載せるのすごい難しいんですね、実は。まあっていうような形でいろいろやってますってことで、本題に入ります。で僕はちょっとまあこれとあーって喋ってるとあれなんですけど、まあ、こんな感じです。でその京大の総合人間学部っていうところ最初入ったんですけど、ここ自身実は今日はあまり語らないんですけど、文系と理系が半々のところなんですね。で最初理系で入ったんですけど、大学3年の時に分転して、なんか精神分析のゼミだったから、みんなすごく頭良くてついていけなかったんだけど、まあ、それでまた理点戻ってって感じで、で総合人間学部5年いて、それから情報学研究、京大の院に行きました。ここはもうガチガチの工学です。で今の僕の研究者としての礎はここでできています。でそれからまあいろいろあって、山須今三輪先生、先ほど久しぶりに挨拶しましたさせていただきました、山須に行って、でここはだからちょっとアートですよね。でそれから早稲田大学のマボタース研究所ってとこで、なんか修士2個取ってるんです実は。で早稲田で、ドクターを取って、今ここにいるという感じです。で今日全部説明できないんで、ちょっと京大とイヤーマスと今のところのなんだ僕が見てきた風景を軽く言いたい、紹介していきたいんですけど、便宜的に図式化するとこんな感じかなと。情報化研究はもう完全に工学より、でイヤーマスはまあアートもデザインもあって、ちょっと工学が僕少なくても僕が行った時はちょっと弱かったからこんな感じでした。で今いつかちょっとデザインが強い感じで、工学とアートの中間なんだけど、ちょっとかなり中途半端な感じがあって、まあ、デザインによってるっていうような言い方が一番いいのかなと感じです。でですね、でじゃ あ, 実際に僕が見てきた風景を軽く、まあ、自分自身ちょっと過去を振り返る感じだったんですけど、京大の院に行った時はなんとなく音を使って面白いことがやりたかったと。で奥野先生なんですけど、裏にうっすら見えてるのは、いやまだ生きています。でとにかくねすごくって、毎週ゼミ、まあ別にゼミが普通だけど進捗レポートの提出が義務付けられてて、とにかく僕の先生からのダメ出しの連続で地獄の日々でした。で研究室内に複数の研究グループがあって、音楽認識とか音声認識とか環境認識とか、で僕は何だろう、入ってきた時はちょっと音楽とかもやってたし、どちらかというと音楽作りた音楽というかその音を生成する側をやりたかったんですね。だからちょっとどうにも馴染めなくて、まあお前は変なやつだからみたいな感じで、ちょっとどこにも馴染めず一人で、
放っておかれた感じがあって、でこれは本当に覚えてるんですけど、大学1年の時はちょっと反射音の研究をやってました。反射音で、移動感覚を作るみたいな、移動感覚をどうやって生成するかみたいな話してて、で2年生でようやくその修論研究を決めないといけないって段階で、毎週その2年生の前期の時に毎週新しい研究を提案するのを持っていくんですね、紙でね。で毎回みたいな、なんだろう、あのダメとは言わないんだけど絶対 OK はしない、なんかすごく微妙な空気が流れて、重たい空気が流れて、だからまあちょっとこれはいかんやなって僕の方で勝手に読み取って、そのそもそも研究始められない状況というのをずっと本当に前期3ヶ月4ヶ月間ぐらいずっとそれで、それは本当に今思い出してもあのなんだろう、よくあそこで僕耐えたなって思ったんですけど、夏休み前に予約を押さえてて、まあ、その研究自体は、まあ、あのちゃんと形になったんですけど、ここ結構重要なのが、あのすごく工学に象徴的なことなんですけど、なんかとにかくしっかりとしたプランっていうものがないとそもそも研究始められない、試行錯誤なんか何か見つけるっていうような、やり方は結構通用しないというか、ある意味その論文になるかならないかっていうのが最初の目的の時点、最初の研究の入り口の時点で決まってて、それをどうやってあのだからそこをちゃんとやらないというっていうことをなんか痛感したというか、そういうやり方じゃないとあのやり方なんだなというか、工学というか、まあ、とにかく僕はもうこの時手を動かしたいのに動かせ前に進めないっていうのがあの息苦しい感じがあって、でそれで逃げるようにイヤマスに来たんですね。でイヤマスに来ると今度は一点作るのがすごい好きな人たちで、ですごい作ったものを喋るんだけど、今度ちょっと僕も相当言語能力に問題があったと思うんだけど、その僕から見てちょっとまあちょっと作ったものについて客観的に語ることに対する能力っていうのが、ちょっとなんか特殊な感じで、あのいい意味でも悪い意味でも、ただ展示力が すごいっていうのがやっぱりあの素晴らしいなと思います。だから他人に見られることに対して極めて自覚的であると。で在学中に大きな作品3つ作ったんだけど、ですけどその先生がほとんど干渉してきませんでしたね。だからもうすごいあの自由だったんだけど、あのちょっと不安ですよね。なんかあんまり僕からもこの作品どうですかみたいなことあんまり言えるような性格でもないんで、あのなんかそういう関係でした。であとこれ結構重要なんですけど、先生同士もあまりほとんど干渉しない、もうなんかあの不思議な空間でした。だから工学系とデザイン系と、まあ、アート系の中でもいろいろあるんですけど、そのなんだろう、微妙な緊張関係っていうのがあって、まあ簡単に言うと、その工学系の先生はその神秘的な部分とか作品性の部分についてほとんど口出ししませんでしたね。まあその逆ももしかしたらそうかもしれないですけど、だからそれぞれの分野の先生方で、その作品なりその研究を語る上での共通のフォーマットがないんだなっていうのを僕その時痛感したんですが、でまあでもそれはいろんな先生方から意見はあの節目節目でもらって、だからすごくいい学あの僕自身はすごいいい体験経験をしたんですけど、ちょっとあんまり時間がないんであれなんですけど、でここで作品を、まあ、コンペとか展示会に出したんですけど、やっぱり論文として発表するってことはできませんでした。あの周りにやってる人もいなかったし、なんだろう、ある意味小説を作るような感じの、映像を作ったんで、それをどうやって論文に落とせばいいのかっていうのは全く分からなかったし、周りもそういうことやってる人いなかったんで、僕だからイヤマスにいるとき工学的な実績ゼロ、はい、ちょっと時間もあるんで、取っていっちゃいます。で今のところポッと飛ぶんで、まあいろいろ紆余曲折があって、そんなにないかな、あのここに来ました。でここはさっき言ったデザイン系志向する学生教員が多くて、工学系は少数派、アート系はもっと少数派かな。で、ちょっと作品に対する制作欲求がね、あんまり強いように見えないっていうか、あんまり手を動かさないですね、うちは。あの相対的には少なくても、あの実習っていう、毎年、半期ずつ4半期ずつか実習があるんですけど、なんか最後の最後の公表の1週間前まで全く何も作ってない、ただ考えて考えてっていう
あの子が多くて、それはいつもその先生の間でも話題になって、だからやっぱコンセプトを固めなさいっていうデザイン系からのプレッシャーと、とにかく手を動かしなさいっていうアート系のプレッシャーがあって、まあこれどっちも合わせてできたらいいんですけど、なんか、うん、そこでハマっちゃって前に進めないっていう学生がどうしてもいるみたいですね。でまあ後から説明するんですけど、うちは比較的卒業発表はなんか無難にこなすなって思うんですよ。まあいろいろ指導を受けてっていうのもあるんだけど、だから企業に入ってうまくやっていくそうなんだけど、でもなんだろう、すごく取ってつけたような説明っていうか、背景アプローチの説明と実際にその完成した作品との間で、なんだろう、そこはうまく有機的につながってるというか、つながってる感じがないっていうか、そこでちょっと乖離を感じています。でちょっと今言ったようなことを改めて、その工学とアートデザインって話でちょっと復元して、見てみますと、まずちょっと工学に関して言うとですね、これはまあ僕の先生がいつも言ってた、大学教員はサービス業だって言ってるんですよ。僕はちょっとまあその時はかなり信じられないなと思ってたんだけど、まあただこれかなり工学の分野という特性を考えるときに象徴的なことを言ってて、つまりその工学で何か論文を作ったり研究するっていう、研究者として何かな、研究者として、まあ、学位を取るっていうことはに、それをやるために、やるべきことっていうのは、まあ、ある意味書き下せる、つまりサービス業のように習得可能なものだと、記述可能なものだっていうことですね。である意味それをちゃんとインストールすれば誰でも、研究者になれますよと。でだからそういう思想が裏にはあると。で特にやっぱ工学っていうのはこの最強のフォーマットって書いてあるけど、その新規性、有用性、あとまあ定量評価ですか、やっぱこういう最強のフォーマットがあって、まあ、最初これ馴染めない人は馴染めないんですけど、一回馴染んじゃった瞬間、それいい研究と悪い研究っていうの、つまりある研究がこのフォーマットを満たしてるのかどうかっていうのはある程度瞬時に判断できるようになると。で工学系って結構活発な質疑があるんですけど、その質疑に関してもある程度その工学の現場を見てると、なんだろう、その典型的な質問の仕方みたいなものも分かってくる。つまりフォーマットが決まってるんで、何が欠けているか、だからその質問、その発表の中で足りてるもの足りてないものみたいなものを結構すぐ訓練すれば自動的に分かるんですね。でだからその活発な質疑っていうのはある意味あらかじめなんかそういうフォーマットの上でみんなゲームのようにやってるっていうようなイメージがあると。であともう一つ、これちょっとまだないですか、ちょっとなんかまずいかとか何時から僕しゃべりましたっけ、で目的至上主義っていうのはちょっと今日のテーマ重要なんで、ちょっとこれだけはちょっと語らせていただきたいんですけど、僕がこの大学院で研究が始めなかったってことは、まずその目的をちゃんと定式ができなかったってことなんですね。その奥野先生に言わせると、でだからある意味適切な目的を立てれば、あとは自動的に研究が進むっていうような考え方が一つあるんです。でだからまず問題点があって、新しい方法論を導入してそれを改善するのが王道パターンってことで、とにかく目的をちゃんと定めると。でそうして、そうするとそれによってそもそもそれがちゃんと目的を満たしているか満たしてないかっていうような、線に沿って、評価できる、見てる人はその論文の評価ができるっていうことです。でまあ重要なのは、工学というのは関連研究のインデックスが豊富にあるということですね。だからこれによってその目的っていうのを定めやすい、つまりいろんな、関連研究の中でここに穴がある、ここにその改善の余地があるみたいなものを見通せる一つの大きい世界があるんですね。だからその中、それがあるがゆえにその目的もうまく定めると、ちゃんとその中でちゃんと位置づけることができる、関連研究の中に位置づけるってことができるようになる。で一方、ちょっとごめんなさい、時間がなくなってきたんであれですけど、アート系はまあそのなんだろう、目的をはっきりと定義しないで始めることもできる、これイコールアート系とは言ってませんよ。でもやっぱりそのプロセスを重視する傾向にあると思います。
あと重要なのは評価っていうのをその例えばインスタレーションを作って、でこの評価はって言われても、そのためにじゃあ前似たインスタレーションを作った人のインスタレーションをまた作って、それを2つ並べて評価するとかありえないわけですよね。あのつまりそういうふうに対象実験ができるようなことになってないわけです、そのアートにおける制作っていうのは。だからまあ、あの鑑賞者であったり批評の人に批評に委ねられるわけです。でデザイン系なんですけど、でデザイン系っていうのは僕の見立てですよ。僕の見立てではその形式だけは、つまりその研究の導入だけは工学の形式を借りてる感じが、あつまりそのやっぱりデザイン系の発表って見てると究極の目的思考ですごい強いコンセプトがあって、それに従って、まあ、まあこういう作品できましたって形で流れていくんですけど、だからそういう意味では工学に近いというか工学的なフォーマットにかなり近い。ただその評価手法が確立されていないと、評価手法が確立されていないというか、やっぱりデザイン系のもの、例えばプロダクトなんか例にすれば分かるように すごい自由度ですよね。だから例えばこのなんでこれこういう曲線にしたんだみたいなことを実験で、いやこの曲線がいいんだっていうのをいろいろ比べて主張するのは、まあ、無理ですよ。でだからそういうデザイン系に合った評価手法っていうのが確立されないといけないんですけど、結局その工学的なものを借りてて、でもそれはやっぱ無理なんで、簡単なアンケートみたいな形で比べるっていうような形で、かなりその工学的から見ると稚拙な手法で評価してるっていうようなことが多いと。でそれやっぱ関連してるんですけど、デザイン系でその関連研究の不在っていう、さっき言ったような関連研究の関連事例のインデックスっていうのが十分にそういうシステムがないんで、やっぱりかなり難しいだろうなと思います。で、そろそろまとめます。あとどうしようかな。そうですね、ちょっとこれだけ言いますか。でアート系の制作が工学系論文のフォーマットに乗るかっていうことだけちょっとごめんなさい、時間取って考えてみたいんですけど、まあ今言ったような話とちょっと近いんですけど例えば僕、ごめんなさい、これは僕がその山洲の時に作った作品なんですけど、この時つくづく思ったのは、今例えばその映像を作っている時に、ここの、今音を入れたい、その時に、この音をどのフレームで入れるか、このシーンが前にいるか後にいるか、あるいはあるその映像の素材をどこに配置するかみたいな話って、どん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 その映像を作っていく時に決めていかないといけないんですよね。で そこを どうしてそういう風に配置したかっていうことは、前もって、なんだろう、ある意味工学的なフォーマットに乗っかると、目的に従えば、ある目的があればそれに従って、こういう、ここはこういう風にパラメータを配置するべきみたいなものが決まるはずだっていうのが、その工学的な思考だと思うんですけど、まずそんなこと無理なんですよ。だってそもそもそういう選択肢自体が作っている過程で初めて浮上してくるものである。で作る前に どういう選択肢が出てくるかなんて分からないわけです。でやっぱりこういうメディア扱っていると無限の選択肢が出てきちゃうわけで、そういったものは あらかじめその目的に従って、こうなりますみたいなことを言うのは無理で、ある意味その大きな流れに従って、そこはもう何だろう、ある意味自分を殺して、その政策の流れの中で、そのパラメータが決まっていくっていうような、政策の現場ってそういうもんだと思うんですね。でちょっと今ごめんなさい、三輪先生が目にいらっしゃるんですけど、いや何が言いたいかというと、別に悪いことを言うわけではなくて、むしろいいことなんですけどそうそう、で今言ったことに関連すると、そのアート系でそのルールを使って、ある意味その今言った配置パラメータを決めていくっていうようなやり方っていうのは、まあ、そのある意味その制作においてその他者を入れ込んでいく、他者を入れ込んでいくっていう、まあ、そういう方法論ですよね。でそれはかなり有効だと思うんですね。でもちろんそういうのもアートとして今はかなり、有効だと思うんですけど、でもそれでもというか、でただやっぱりそういった実際に制作されたものを見ると、もちろんそのルールはルールで聞いてるんですけど、やっぱりそのルール化されない部分っていうのが、だから例えば今日の午前中の発表で宮先生の何でしたっけ、
距離って音をなんちゃらかんちゃってなりましたね。でああいう時に、例えばその楽器の選別であったりで、僕あの映像を見た時にあなんかすごく懐かしいなと思ったんですね。であれはやっぱりそのイヤマスのその多分宮先生のところの風土っていうのがあって、ああいうその人の動き方っていうのかな、あのなんかちょっと半機械的に動いてる感じとか、あの芝生の あの風景であれを撮影するとかね、ああいうことは最初の目的とは全然別関係ないことのはずですよね。だけど実は、そういうある意味無意識に決めちゃってること、ルールの外部ですね、ルールの外部で決めちゃっているところが実はなんその作品にとって本質的なものになってしまったりする。つまりその作家性にとって重要な部分はやっぱりその作家がそのルール、最初にコントロールした部分であるとは限らなくて、そこから外れた部分にこそそのなんだろう、いわゆるその作品の何か、重要な部分が出てきちゃってるということがあるような気がすると。でそうなってくると、やっぱりそれを工学系の論文のフォーマットに載せることはまず無理ですよねっていうのがあのこの論点で言いたいこと。これは僕は自分が制作している時もだからイヤマスにいた時もその論文と制作をセットにするってことに関してはかなり議論があって、ある先生はやっぱりそれは制作論文はもう分けるべきだっていう考え方があって、まあ、それも十分分かります。ごめんなさい、ちょっと時間の関係でもう最後にいきます。で、まあ、今その芸術工学部の話があって、今回来られてる大学にもいろんなその融合型のイヤマスもそうですね、学部があると思うんですけど、その偏った思考の方に陥り、やっぱ工学っていうのはかなりちょっと工学っていうのは有用性を軸にしてるんで、やっぱりそのちょっとやっぱ偏ってる部分があると。でやっぱ他の学問領域と並立させる環境づくりってのはとてもいいと思うんですけど、その政策を工学的なフォーマットに回収して説明したり審査するっていうことにはかなり無理があるということはに関する共通了解は持っていた方がいいと思います。でつまりこれどういうことかと言いますと、やっぱり現状僕が見る限り、少なくとも僕が見てきた現場では、結構無理やり政策の側が工学的なフォーマットに合わせようとしている、というか合わせざるを得ない。もっと言うとその特に博士、ドクターとかになってくると、やっぱり定量的な評価がないと僕たちその全員の了承が得られないので、どうしても工学的なところに寄ってしまうと。でそうするとさっき言ったような形でちょっとその政策の本質からずれていくと。でごめんなさい、今日の午前中の発表ちょっと拝見したんですけど、そのアートか例えば政策支援かみたいな形の確かそういう議論があったと思うんですけど、僕よくそういう話見るんですよ。つまりもともと何か作りたくてあのアート的なことやりたくて始めたんだけど、いざ論文にするためには評価、客観的な評価のために土壌を作らないといけないんで、そうやってどんどんその評価できるような形でシフトしていく。だから何かの支援とか、ちょっと今出てこないけど、そういう形で客観的に評価できるような形で心理的なものから、実際にその支援できたかできないかみたいな感じがある程度その定量的に評価できる形にずれていく。でまあそれであの学位取れていい場合もあるし、でもやっぱり本人が全然そのつもりじゃないのに、いつの間にかそういうあのなんだろう、そういう枠組みで、2年3年と学位取るためにっていうのをちょっと苦しんでるような感じでよく見られるんですね。で、ごめんなさい、終わりにします。ただ、後でちょっと後の議論で少しできたいんですけど、やっぱりちょっとその工学的なフォーマットとは違う何か新しいオルタナティブっていうか、政策にはこういうタイプのその進め方もできますよっていうような形で、新しいフォーマットっていうのをつまりその目的至上主義とは違うような形で、準備、考えるということが重要じゃないかなと考えています。でもっと言うとそのできた作品から解雇的にその作品がどういった意義があるのかっていうのを見通すようなちょっと逆からのベクトルですね、そういうものが重要になるような気がするんです。これは後で時間があったら最後にちょっと話の中で出せればいいと。すいません、すごく時間かかってしまいました。楽しく分かりやすく
長いお話をすみません、ちょっと、時間がかかってしまいましたけれども、では花輪先生にお願いしたいと思います。花輪先生も、名古屋市立大学 3年目ですか。いや、年で4年目になります。4年目でございます。4年目です。あ、大丈夫ですか。はい、ご紹介ありがとうございます。私、名古屋市立大学の大学院芸術工学研究科の、名字が花輪で、名前が大と申します。よろしくお願いします。先ほど、小高先生から素晴らしいプレゼンテーションがあり、なんかすごいちょっとハードル上がっちゃったなっていう感じなんですけど、時間短めの方がいいんですよね。はい、手短にお話ししたいと思います。それで、小高先生のこう経歴を見ていて、すごくこう多彩だな、なんか僕に比べると本当にいろんなところをこう渡り歩いてて、物事っていうのをこうすごく俯瞰視できるなというふうに感じてました。それで僕のプレゼンは本当に偏った見方をした人が明治大の芸工の、特に卒研とか修士論文とか見ると、どんなふうに見えちゃってるのかっていう話を、手短にしたいと思います。僕は専門はもう学生の頃からずっと情報工学っていう分野です。子供の頃から僕プログラミングが大好きで、これに関わる仕事を将来やっていきたいなと思いつつ、最初はプログラマーになりたかったんですけど、ある日研究に目覚め、誘われて目覚めて、で今に至っています。それで芸術とかデザインの分野は僕一切勉強してません。全くの素人です。で素人なんですけど、そういった人がうちの、学部の学生たちを見ると、どんな風に見えちゃってるのかなっていうのを、お話ししたいと思います。それちょっとお断りとお願いがあるんですけど、決してうちの大学の大学とか学部とか大学院を攻撃してるわけじゃないです。そこはあらかじめご了解ください。あと特定の研究室に文句言ってるわけじゃないです。それじゃあお願いなんですけど、あくまでこれ特に芸術とかデザインの分野知らない人の本当に一方的な主観的なつぶやきだという寛大な心でね、お聞きください。あとは特にうちの研究室の関係者ですかねお願いなんですけど、他の先生に実は学会で先生がみたいなことはちょっと言わないでくださいお願いします。簡単に自己紹介で、僕出身は茨城県で、大学は学部、修士、博士、すべて茨城大学で、過ごしました。修士までは順調にいったんですけど、博士の時にちょっとこう研究の壁にぶつかりまして、本来だと3年で卒業できるんですけど、人より 1.5 年余計に勉強する羽目になりました。なんで就職が2005年の10月っていうちょっと中途半端な時期になってます。その後東京農工大学に 1.5 年勤めて、成蹊大学に6年勤めて、で2013年の4月からこちらにお世話になっています。それで研究は情報工学っていう分野でもいろいろやってるんですけど、プログラミングはもちろん大好きなんですけど、通信とか最近いろいろこうセンサーが安くて手に入るようになったので、センシング、あとはコンピューターも昔に比べるとこう安くなって、高性能になって手に入りやすくなったので、これらをこう組み合わせて、さらにこうプログラミング、プログラムっていうこうノリでくっつけたりして、こう我々のこう日常生活とか行動とか、あるいは将来に向けて、こんなシステムとかこんなアプリやったらいいよねっていう研究をいろんな視点からやっております。最近こんなことやってますっていう紹介をざっとすると、遠赤外線画像とかサーモグラフィーを使ってこう人の顔を写すと、呼吸している様子がくっきり分かるよねということを発見しまして、でこれをなんかこう画像処理とかを組み合わせると、呼吸をこうなんか特殊な器具つけずに
まあ、なんかこう、簡単に計測できる、まあ、システムとかアプリにつなげられるなっていう研究をやったりしています。あとはあの僕の研究室に来る学生、あのウェブプログラミングやりたいって子が意外に多いので、例えばこうスマホにバーチャルなペットを買って、自分の生活と連動してこう規則正しく生活していくとこういい感じに育っていき、でやさ、あ、なんだろうな、あれと生活を送るとこう やさぐれていくっていう、なんかこのバーチャルペットシステムとか、あとはこう、親子がこう離れ離れで暮らしちゃう環境でこう一個の植物を育ててるような感覚を共有できるようなシステムの開発なんていうのをやったりしています。ちょっと時間ないので詳細はこのくらいにしておきたいと思います。はい、それで、卒業制作とか修士の作品っていうのをあの名古屋市立大学に来て、初めてこう特に作品ですねっていうの、あ、制作とか作品っていうのをこう初めて見る機会をいただいたんですけど、まあ、正直あのカルチャーショック受けました。僕が学生の頃っていうのはもう研究だけしかなかったので、そもそも制作って何、作品って何っていう感じでした。それで、まあ、あの初年初めてこう来た都市っていうのは、まあ、卒業制作とか修士の、まあ、作品のこう審査会に積極的に参加して、お話を聞いてたんですけど、うちの学生大変だな、論文書いて作品作らなきゃいけないんだって感じたり、あとは来年卒研生来た時に作品の仕事どうしたらいいんだろうなっていうふうに悩みました。それでそれと同時にあの審査する立場になった時に、これどんな基準で採点というかな、あの評価したらいいのかなって悩んだりもしました。それであのまさに小高先生先ほどあの工学系の最強のフォーマットという話をされましたけど、もうそこに当てはめてみた時にこれはどうなのかなっていうのもなんかたびたびありました。まあその最強のフォーマットの説明になっちゃうのかもしれないんですけど、僕学生の頃はもう本当に情報工学、まあ、いわゆる工学系の研究室にずっといたので、研究室で常にあの、まあ、ゼミも含めて常にあの自分のやることに関して求められてきたのは、あなたの研究何が新しいの、あなたの研究何の役に立ちそうなの、この2つの質問は絶対答えられるようにしろというふうに、指導されてきました。でその上でこう新しいとか役に立つって主張できるこう根拠は何だと、まあ、できる限り客観的に説明できるようにしなさい。それで特に論文にまとめるとか学会に発表するときには自分の主張したいこととか論旨の展開っていうのを、まあ、あのできる限り分かりやすく明瞭にしなさいというふうに、言われてきました。まあ、あのとにかく自分の研究成果っていうのを他の人に、まあ、誤解されることなく、まあ、手間をかけずに理解してもらえるようにしなさいということと、あとはもう自分のやった研究、まあ、いい研究か悪い研究かっていうのは他の人がまあ評価するんだけど、まあ、少なくとも次の新しい研究の踏み台になるように、まあ、絶対に怪しいことは言わないというふうにしなさいというふうに求められてきました。でまあ、研究の進め方、なんか小高先生の紹介された話とはちょっと違うかもしれないんですけど、まあ、大体最初は僕は試行錯誤します。なんかこう最近流行りのセンサーとかコンピューターとか買ってみて、なんか新しいことできないかなで試行錯誤して、あ、このアイデアいいなと思いついたらすでにやられてないかっていうのをさっと調べます。でその後にこれ論文にするときにはあのこういうフォーマットに載せなきゃいけないんだけど、あの今どこが足りないかなっていうのを明確化して、であとは足りないところを補強して、ある程度のこう完成度になったら投稿したり、あるいは学会の発表に持っていくっていう進め方をしています。それとちょっと時間があれなんで急ぎますけど、あとはあの僕ちょっと見方が厳しくなってるのかな、工学的な見方が厳しくなってるのかなっていうのは、なんかあの指導学生時代のこう教授のつてで、なんか30代前半にして論文書の編集員とか査読員っていうのを結構やらされてきちゃいまして、あの実際に論文が採択されたり不採択になったりっていう現場をたくさん見てきました。なんでちょっと見方が厳しいかもしれません。で、これちょっと飛ばしましょう。
まあ、あの新規性として、主にこういうことが求められますよと、有効性としてこんなものが求められますよと、で信頼性だと、こんなことが求められますよ。で特に新規性の主張に関しては、あの重要な先行研究とか既存の研究は漏れなく参照されているかとか、あと違いとか優位性っていうのが明確に示されているかっていうのを、まあ、あの求められてきたり、あるいは審査する立場になった時には ある程度求めてきました。あとはまあ了解性ですかね。主張したいことがまあ明確かとか、あとはあの本当に最強のフォーマットにはまってるかどうかっていう話ですね。そういうところを審査したりとか、しました。それで、実はこのこういう作法になれるのに僕はすごい時間がかかりました。学生時代にいた研究室で僕はあの査読付き論文誌とか査読付き国際会議に投稿して不採択になった回数が全部で11回あります。おそらくあの研究室の不滅のレコードだと思います。今後も更新されることは多分ないでしょう。でよく指摘された不採択の理由がまあこんな感じで、まあ、正直あの研究ってつらいなって言ってあのかなりの間不登校になりました。まあおかげでちょっとねあの 1.5 年ぐらい人より余計にあの勉強することになったんですけど、でまあ、あのこんなあの経験をしてきた人が特にあのうちの、まあ、学部学科の卒研とかあと修士の研究とかを見た時に、まあ、どんなふうに感じるのかっていうのを最後に、簡単にお話しして終わりにしたいと思います。で大事なことはねもう一回言います。あの決して文句を言ってるわけじゃなくてあくまであのつぶやきなんでちょっと寛大な心で聞いてください。それであのどういう分け方が適切かどうかっていうちょっと議論あると思うんですけど、まあ、特にプロダクト系のまず研究とか政策を見て思うことなんですけど、まあ、割と典型的な研究とか政策の発表で、まあ、中のこう器具を作りました、装置を作りました、で、その設計要件考えましたみたいな発表がうちだと多いです。まあ、その他あとある種こう社会問題をこう調べてその問題を解決するためにポスターであるとかウェブサイトとかを作りました。であの作れること自体は僕すごいなと思います。あの僕全然デザインのスキル一切ないので、まあ、自分では無理だな、でもこんな若いのにできちゃうんだと思うところはあります。おそらくたくさん試行錯誤したり試作も行ったんだろうなというふうに、思います。でもどうしてもちょっとあのこういう見方しちゃうんですけど、形にできたらそれで成果なの？なんでそういうなんかあの最終形態に行ったのか、経緯の説明があんまないよね。で、まあなんか小田先生先ほど言ってた話のちょっと裏側になるかもしれないんですけど、なんかあの僕はこういうふうに見ちゃいます。それでまあ検証評価ができるかできないかっていう話はともかく、あの作りましたそれで終わりっていうのが意外に多くて、それ本当に有効なの？何がどのぐらい有効なの？なんでそういうふうに有効な結果になったのっていう議論は一切しないのっていうところがあのよく疑問に思います。そのくらいかな。芸術系の作品、うちだと、まあ、よく映像を作りました、音楽作りました、インスタレーションを作りました、あとは服飾など作りました、でその作り方考えましたっていう発表が あります。これもまあ作れること自体すごいな、自分で無理だろうなと思ったり します、人手とか手間とか時間もかなりかかってそうだなというふうに思ったりもします。でもやっぱり検証しないのかなっていうところがなんか自然と疑問に思っちゃいます。なんかこうどういう表現をこう目指しててそれで自分の作ったものが要はあの当初の目標どの程度達成できたのかみたいな評価って一切やらなくていいのかなって思ったりします。それと後でちょっと何だろうな、再現性とか了解性という言葉が出てきますけど、なんか結局分かる人だけにプレゼンしたいのかなとか、そういうのある人だけに見てほしいのかなって思っちゃうようなこう修士論、あの修士とか、学部生の発表がまあ、一定数あるかなと思います。その他まあ本当にこれ雑白な意見なんですけど、なんか結局作品っていうものが僕自身未だに
定義できてないというか、どういう形で見ればいいかっていうのが分かっていません。なんかどんな要件満たしたら、うちでいうとこの作品って言っていいのか、なんか作ればそれで OK なのかで、どこまで主観的な意見が許されるのかっていうところがまだ見極められていません。で、まあそれに関わるこう研究っていうのも、まあどういう形が許されるのかなっていうか、どういう形だったら認めて、どういう形だったら認めちゃいけないのかなっていうところが、まあなんか僕から見るとちょっと難しいのかなというふうに思ったりします。それと工学系の研究ってやっぱり結構再現性っていうのが重要視されるんですよね。論文を読んだだけで、その自分がその、論文に書いてある内容をこう再現できる、そのぐらい逆にしっかり書いてなきゃいけないんですけど、なんかこう芸術系とかプロダクト系の特に研究になっちゃうと、なんかこれ自分で論文読んだり作品見たりしただけではこれ再現性ってないよな、やろうと思ってもできないよなっていうところが、まあ、本当にそれでいいのかなと思ったりします。ということで、ちょっとなんか論点出したりするとかそういうところのまとめちょっとできなかったんですけど、まあなんか政策の悪口ばっかり言ってるような感じに聞こえちゃうと思うので、最後にあると面白そうなところを、まあ本気主観なんですけど、列挙してみると、やっぱり僕の研究分野というところもあると思うんですけど、最終的にユーザーが人だっていうところを、常に意識させるっていうところは研究の面でもいいのかなというふうに思います。まあ個人的な興味で特に IT ですね、バーチャルリアリティとかフィジカルコンピューティングとか生態計測とかそういったところの技術を融合した作品って面白いかなと思います。まあ先行研究とか既存の技術に対する位置づけをこう明確にしてもらって、でかつ作品の良さとか体験っていうのを客観的に評価できると、すごくいいこう研究と政策になるんじゃないかなというふうに思っています。で、まあ、あとなんか研究データ知見っていうのをこう例えばプロダクトに落とし込むところもなんか突き詰めていくと研究的な発見ありそうかなというふうに、まあおぼろげながら思っています。ただ一方でやっぱり特に作品に関しては何らかの基準とか要件っていうのはいるのかなというふうに考えていますっていうところで、ですかね。ちょっと時間もなさそうなので、このぐらいにしたいと思います。ありがとうございました。ではちょっと時間も押してますけれども、まあ先生は大変正直に、人には言わないという約束ですよね。正直に正直に話していただいたんですけれども、なんか日頃の思いの丈をちまけるような感じにしていただいたんですが、ちょっと、まあ、早速ですけれども、議論に入りたいと思うんですけれども、その前に少しだけ、ちょっとコメントしたいと思います。今日の、まあ、いらっしゃってるフロアの方には、音楽っていうのを、まあ、専門にしている、あれ音楽大学の方が結構いらっしゃると思うんですけど、ですから、まあ、音楽するが当たり前っていうみたいなことがあると思うんですけども、そのためにいるんだっていうことがあるんですが、まあ、例えば、この、音楽と工学っていうフィールドでもいいし、あるいは制作と研究というフィールドの、まあ、ぶつかりのところでもいいんですけれども、音楽って何とか、どこまで音楽っていうのとか、どこまで音楽の作品なのかとか、なんで音楽なのとか、そういう議論っていうのは、まあ、音楽大学ではあまり起こるのが、まあ、あまり多くないと思うんですけれども、まあ、そういうところも、まあ例えば JSSA みたいなところでは若干議論になってもいいのかなというふうに今日のお話を聞いてちょっと思いました。で、小高先生には論点を出していただき、花尾先生には、まあどこまでいったら作品なのとかいろいろな話をしていただきましたので、お二人の間でもし、お互いにちょっと確認したいとかいうことがあれば、お願いしたいんですけど。あ、花尾先生こんにちは。なんだろう、その僕がさっき
の発表のところで、その工学の質疑が活発だっていう話をしているときに、想定しているのは例えば、花輪先生みたいな方だったりするわけなんですけど、やっぱりかなりそのつくところというか、その質問するポイントっていうのが明確で、なんだろう、ある意味ではまあかなり、その論文の発表の形式っていうのがこういうふうにあるべきっていうものがかなり、確立しているとかインストールされてて、これが工学だなっていうふうに毎回見ながら思ってて、だから結構うちの大学の学部の場合、花輪先生みたいな方は今ようやく入ってきた感じ、僕もちょっと工学半分入ってますけど、だから今ちょっとなんだろう、デザイン全体がすごい一種 の、 分野の人が入ってきて、なんだすごいいい、なんか今後デザインどうあるべきかっていうのを真剣に考えれるようになったと思うんで、いい状況にあると思うんですけど、でごめんなさい、先ほどその花輪先生が言われたことはまあごもっとも で最後にその再現性の話がありましたよね。で僕聞きながら、あそうだよなって思ったんですけど、やっぱりその科学のフォーマット、サイエンスのフォーマットに乗るためには、それはもう工学でも自然科学でもそうなんですけど、再現性っていうのが絶対条件になるわけです。つまりその A と B を比べ、前 の、 その誰か別の人が別の環境で何か、実験をして何かものを作ったっていう時に、それと比べないといけないなって時に、それと同じ状況をこっち側で作れないといけないわけですよね。だからそう考えるともうそれは絶対譲れない部分なんですけど、僕だからあんまり今まで真剣に考えてこなかった、なんで今までこんなこと考え、こんな簡単なこと考えなかったんだろう、今ちょっと思い立ったんですけど、 やっぱりそのプロダクトとかでとか映像とかインスタレーションとかで再現性っていうことを考えるのかなり無理があるというか、つまり何が言いたいかというと、例えば自然科学とかで、形を扱うっていうと、例えば丸とか三角とか四角とか、つまりそのギリギリまで他の条件を落として、なんかミニマルな条件で比べるっていうのが常と手段なわけです。つまりそれで初めて、同じ形を別のところでも再現できると、音楽だったらやっぱサイン波とかそのリズムとかに究極に、パラメーターを限定してやるわけですね。でも特にうちの大学で音楽やりたい子っていうのは、いやそうじゃない、もうバーっていう、いわゆる音楽やりたいなっていう時に、ね、余計なものがどんどん乗っかってきちゃうわけですよ。でそういうものを扱いたい時に、もう再現性っていうのはもうごめんなさい、ちょっと話なんだけど、でそういうものを考えるときに、そういうもので再現性っていうフォーマットというか、再現性っていうものは どうなんですかね、乗せれるんですかね、そこまで要求されないといけないものなんですかねっていう、僕の主観ですけど、厳密に作品に再現性っていうのは求めなくていいのかな。でただうちの大学、うちの学科の事情を考えると、学生って研究と制作を少なくとも学部生やらなきゃいけないんですよね。それで、特に作品中心の発表を見たときに、これ研究って言えるのかなっていう発表が多いんですよね。で、大体多いのが本当に主観的な意見と試行錯誤の過程だけをこうつらつらと発表して終わっちゃうみたいな感じが多いんですけど、僕が考える研究ってやっぱりその研究ってやっぱ他人のこう成果のこう積み重ねの積み重ねの積み重ねっていう形で育っていくものだと思ってるんで、やっぱり自分のやったことを研究として言うからには、まあ他の人がこう再現して、まあ比較の対象にしたり、あるいはこうそれをさらにこう発展させるようなこう踏み台になったりするような、まあ情報は第三者というか他の研究者に提供しなきゃいけないのかなというふうに常々考えてます。でそういうところから見ると、まあ制作に関してはいいんですけど、少なくとも研究と主張する分にかところに関してはやっぱある程度再現性は何か求めたいなってついつい思っちゃいますね。はい、
作品はそれが他にはなくてそれ1個しかないっていうところに意義があるようなところがあるので、全く再現できちゃったら意味がないっていうのは、まあ、アート側の意味としてはそうなると思うんですね。で、まあ、ちょっとこれは私の自分のテリトリーの中で考えちゃってるかもしれないんですけれども、あの美術とか音楽とかって、まあ、特に西洋音楽はそうなんですけれども、あのスタイルっていう概念、様式っていう概念があって、まあ、なんかこの何にも共通基盤がないとお互いにコミュニケーションし合えないとか、新しさとか何とかも測れないっていう、その最低限の、まあ、コミュニケーション基盤みたいなもので、その、まあ、あまり最低限ではないんですけど、中間的なレベルって言っちゃいいんですけども、あの例えば18世紀のヨーロッパで結構共有していたもの、語り方、語り口みたいなものですね。でそれにさらに、まあ、その中で、例えばモーツァルトだとかベートーヴェンだとかがそれぞれなんかそれぞれ全然他にはないものっていうのを作ってたと思うんですけども、でそれでその割とそのスタイルっていう概念が出てくると、そのスタイルの中での新規性とか、まあそのスタイルは一応再現できるんだけど、その先の個性みたいなのは再現できないとか、まあ、そういうような議論が、ちょっとまあ古いんですけれども あったと思うんですね。で先ほどその小坂先生が、最初に論文にする、工学論文にするやり方が分からなかったっていうのがおっしゃって、その後でそのなんか美術史 の中でそれを述べるやり方が分からなかったっていうのがあったと思うんですけれども、今 JSSA ってこの学会には結構 JSSA の人もいるんですが、その学会なんかでやはりちょっと議論になるんですけれども、その学問とか研究が何も工学でなくてもいいというのがあって、でちょっと一時期そのここ20年ぐらい見ますと なんとなく工学っていうのがアートになんかこう近づいてきて、その制作と研究のその研究の部分は結構高額なのかなみたいな、雰囲気がなんとなく社会的にできちゃったんですけれども、逆にそうこれだけ20年ぐらい経ってみると、じゃあひょっとしてもうちょっと、古っぽい感じがするかもしれない文化系の学問、なんか文学とか、まあ、芸術学とか美学とかいうのがあったんで、私もそこの出身なんですけども、それ古っぽいって言ったらしっかりしてしまうんですけども、若干そのちょっとそういう芸術との融合とか分離融合っていうところではあまりそのダイナミックに語られてこなかった部分に、ひょっとするとまたもう少し何か抜け道があるかもしれないなどというのをちょっと最近思ったりしています。まさにやっぱりイヤマスにはその美学のスタジオもあって、やっぱり人文系の先生ってその離れた領域を架橋するそういう言葉を持ってるんですね。でやっぱそれはすごいなって思ってて、で、まあ、最近ちょっとうちの、学科の今後について教員として実は話したりする機会もあるんですけど、今まさにおっしゃったように美学であったりその人文系っていうもの、実は僕語ってないんです。デザイン系が今何なら、その美術アート系と、工学系のをつなぐものみたいな形でここ 10年20年ぐらい、まあ、そういう学科もいっぱいできて流行ってると思うんですけど、やっぱりちょっとそこの限界見えてて、その人文系をどうやってそこにうまく組み込んでいって両者の対話を活性化させるのかみたいなことについてはもう少し考え、そこに、まあ、一応可能性を見てます。はいはい、こちらでちょっとなんか同じ学校の3人が集まってるので、ちょっと同じ穴の無地なのかもしれないので、先生方に特に何か、焦点を当てるという必要もないんですけれども、何か言葉をいただきたいんですけれども、浅野先生。あれ、マイクしかない。本席であんまり発言すべきかどうか分かりませんけれども、私はちょうど皆さんと逆の方向から来たんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、一つ最初に申し上げておきたいのは、今グローバリゼーションという言葉とですね、もう一つこれはかなり前に出た
需要という問題ですね。でこれはレツプチオンという言い方をしているかもしれませんけれども、これがですね、どうも我々が今、もう私今81歳ですので、もう皆さんとはだいぶジェネレーション違うんですけども、私が音楽学っていうのを、始めたのは私ずっと関西の方の出て関西学院の美学なんですね。で関西学院の美学っていうのはほとんど京都大学から来た先生ばっかりなんですよね。でその中で音楽学をやるっていうのはまず無理なんですと。で先生も音楽をバカにしてますし、それから音楽をやるやつはバカだと。でそういう言い方をされて、あんまりこう積極的に音楽をやるっていうそういう雰囲気じゃない学校だったもんですから、なるべく他のことをやって時間を潰して、でやっともう卒業する前にですね、お前も出てけっていうわけで、それでそれ以後私はドイツの方にちょっと留学しまして、それで帰ってきたのが名古屋なんですよね。でそういう人間ですので、随分音楽からは冷や飯を食わされて今まで来たんですけれども、それでよかったと思うんですけども、ちょうど今皆さんの話聞いてるとその逆の方向をたどってきたと思うんですけども、要するにその音楽っていうものが最初にあって、でそれがこうだん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 こう他の方へ広がっていくっていう、そういう形だったですね。で、その先ほど言いましたリセプションっていうのは確かに音楽学科で最初それらしきことをやったのはムーラン・ルージュとそれから宝塚オペラの関係ですね。これをかなりこういうような会でやったんですよね。で要するに宝塚っていうのはあれはムーラン・ルージュの焼き直しだっていうようなことからこう論が入っていて、でどうもこのレセプションっていうのがですね、ずっと尾を引いているような感じがして、今の音楽学会っていうのは結構このレセプションのおかげをこう持ってできている部分があると思うんですよね。で例えばベートーベンとシューベルトっていうのは、そういうのもあるかもしれませんけれども、どん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 こう広がっていって、その日本だとか名古屋だとかですね、そういうようなところの細かい部分の研究が進んできているようなものですよね。で、そういうのは一種のグローバリゼーションというふうに言うのかどうか知りませんけれども、そういう広がりを見せてきていて、で今そのお二人のご発表を聞いてて、あれの逆をやってんだなという感じですね。二つ合わせるとちょうどいいかもしれませんけど、そんなあまり長くなるとあれですので、どうもその二つの状況っていうのは、一つはグローバリゼーションという形でだーっとこう広がっていく、で一つはそういうレセプションというような感じで違う方向にこう出ていったっていう、今の音楽学会の状況を見てるとどうもそんな感じを、非常に荒っぽい言い方ですけど、そういうふうな状況にあるんじゃないかなというふうに思っています。どうもすみません。浅野先生ありがとうございました。音楽学からっていうことでお話いただきましたけれども、その音楽学って結構狭い分野なの で、それがどうやって広がるかっていうところの中で、学問がその広がったり、だから専門化していったりっていう、その、移り変わりっていうのは結構時代の流れとともに、しついたり離れたりっていうのはあったので、今はどのぐらいにいるのかなという気はしていますが、何か先生学どうでしょうか。結構
ここ20年ぐらいで、まあ、私と同じぐらいの世代の方が、まあ、これぐらいに若かった頃から、今ぐらいに至るまでの間に、まあ、学校結構できたなっていう気はしてまして、それでまあ JSSA なんかもできてきたなと思ってます。そのあたりで先生も、下台南道と申します。私は、工学部の中にあるデザイン系プロダクトデザインとメディアアートというところが、まあ10年ぐらい前に指定されましたので、そこに、教員としているんですけども、さすがにうちは博士課程もあるもんですから、博士課程、まあ、修士の、学部生は、作品だけでもいいんですね。で、修士は必ず論文が必要なんです。で、当然修士論文は一応教授会の審査はもう、まあ形だけですけど、で、ドクターになると完全に教授会、審査委員会プラス教授会の話になりますけどね。その場合で他の工学系の先生方を納得させなければいけないという、そう、多分そこはすごく似てると思うんですけども、その中で、ちょっと我々が模索しているのは、例えば車のデザインだとしたら、そのデザインメソッドを作ろうと、要するに従来の車のデザインから、メソッドをリバースエンジニアリングして、それを要するに再現性を持つものにしてやるわけですね。で、それを元に新たな自分のデザインメソッドを作ろうという感じで、いわゆるその工学とデザインの両方を求めたり、高めていくっていうようなことをうちでは試みていまして、まあ、そういうやり方もありますし、例えば音楽なんかも、音楽は本当にずっとそういう歴史ですよね。昔の作品を全部リバースエンジニアリングしてアナリゼっていうんですけども、で新しいそのメソッドを付け加えていくという。なので多分再現性を求めること自体は絶対間違ってないと思うんですよね、作品に対してっていうようなことをちょっと感じました。首都大と名刺体は結構似てるなっていうのは私はちょっと思っていたんですけど、じゃあ私は東京電機大の小佐賀と申します。工学系出身で自分自身では制作もやってます。ちょっと皆さんの学校と違う視点がありますね。制作も OK です。で、研究が主なんですが、どっちかをやればいいということで、まあ、選ぶようになってます。なの で、で教員の方もですね、これは建築学科があるからだと思うんですが、名称からあるようにうちの学科はもう工学主で、私の学科も私以外制作する先生は一人もいませんから、みんな研究系なんですが、評価をですね、教員の評価って始まるんですけど、まずは研究結果があるんですが、もう一つはですね、芸術系っていうのは、工学系の皆さんに承認してもらえばいいようなスタイルではなくて、対応関係を見出せと。つまり、論文一本に対してあなたは論文書かなくていいけども、じゃあそれに対応するアクションは何ですかっていう時に、ペケペケのイグリスビジョンで、審査通って、発表しましたというようにですね、こう対応関係をつけるイメージですかね。そうすると、教員も学生もそういう周囲 の狭い人ですけど、その範囲での評価体系に沿うように活動はどうしても自分の理性の理念とこう違ってくるんですけれども、一つは両方するっていうよりも、あるいは小牧に合わせるというよりは、対応関係を見つければいいのかなというふうに、そう思います。それでもう一つ私が感じたのはですね、研究は私が捉えるのに、工学だけじゃなくて、私は工学ですが、人文とか社会科学まで含めると、やはり、客観性ということかなと。そしてもう一個はポイントは言語を使うという、言語による真実の、まあ、客観的な説明をしてほしいと。そうすると、私はアートといっても音楽ですから、もともと歌以外はですね、具象を語ることがなくて、そうすると何を求めているかって、やっぱりこれは表現であって、分かったかどうか、伝わったかどうか、コミュニケーションだということを求めたいです。
そうすると共通言語、まあ、あの抽象とは言いながらもさっきスタイルって話がありましたが、共通の言語基盤文法っていうのに乗ってやれば分かるし、ということは我々何をあの制作側はやらなくちゃいけないかっていう、一つはできる範囲で言語で説明責任があると、社会に対してですね、社会に対してあなたのやってる活動の正当性をアピールすることが作品制作の一つのもう一つ問われることかなと。であとはあのやっぱりリアルタイムでその場で分かった、理解できた、感動したというようなことが一つの基盤にあるんじゃないかなと思います。もちろん反対意見もいっぱいあると思いますけれども、まあ意見交換ということでしょうか。はい、あの、ま、あのほぼその通りだなと思ってご意見をお伺いしてました。やっぱりそうなんです、あのやっぱできるだけ言語化してほしいと思いつつも、やっぱり作品で言語化難しいところがあって、でそこの要は境界線をどこに置くかっていうところがやっぱりなんか悩ましいなと思ってこの3年間過ごしてきました。あの似たような話、実はあの、まあ、ちょっと学会名は明かさないですけど、その査読付きの論文審査のところでも今ちょっと議論がちょこちょこ出てきてる話があって、要はその新しい体験ができるシステムを開発しましたっていうタイプの論文があるんですけど、投稿者からの要望は、あの言語では伝わらないものがあるので、せめてあのビデオとセットにして投稿させてくれと。で一方編集委員会の方は、あの全て言語で伝わらないと論文として意味がないというところで、ちょっと悩ましいところがあるんですけど、まあ何でしょうね、なんかこうですかね、作品に関してはこうどこまでは必ず言語として形にしてなんか線引きってできそうですかね。うん、難しいですかね。そう、いや、まあ、難しいですけど、いや、一方でですね、あの芸大系の方の博士論文っていうのが最近出てきてるわけですけれども、あのいくつかちょっと審査させていただいたりすると、その芸大っていうのは当然その実業結構やるところでもあるので、まあ歌、まあ、音楽で歌ったりピアノ弾いたり作曲したりっていうところ の、 その作品審査っていうのは、その専門の先生がおやりになって、それでそれたプラスその論文も書くっていう場合に結構論文だけ別の審査員が立っていることが私の知ってる方が多いんですけども、その時にその論文だけ書いている方の論文っていうのと、そのつまり、まあ芸大でもその理論系の方で論文だけ書いてるっていう、まあ、音楽で言うと音楽学の人論文を書くっていうのが主体なんですけども、実技はなくてその論文だけで書いてる方の論文と、実技もやって論文もやる人の論文、そのちょっと種類が違うっていうのと、目指すところも違うっていうのと、まあ、人によってはそのレベルが違うっていうおっしゃる方もいるんですけども、その中でそのどれぐらい言語化するかっていうのが、その実技の人の場合は実技があるわけですから、そこは言語化していなくて、それに関わる何か一部分が論文になっているっていうのが私の印象なんですけれども、作品が主でその補足説明として論文が、いや、補足説明を、まあ、ちょっと角度変えてなんですけど、ただの補足説明ではなくて、あのこれこれこういうことをした人もいるけど、僕はこうやってるっていう方もいらっしゃるし、あの歴史的にこういうことがあったっていうのを、まあ、調査される方もいらっしゃいます。で、いうことで、何か芸大系の先生に、はい、そうなんです。愛知県立美術大学の音楽学部の音楽学部の教員なんですが、であの実技系の、人たちの論文指導などをしてるんですが、まあ、学部によって多少の違いはあるかもしれないんですが、まあ、演奏の人たちの論文に限って言えば、自分の演奏そのものは研究対象になることはまずなくて、でじゃあどうするかというと、まあ、簡単に言うと、
音楽学の領域にちょっと足を突っ込んで自分の興味あるいは自分が演奏しているプログラムに近いところでテーマを設定して音楽学の研究をするっていう論文が中心です。なので今日の話を聞いてると そもそも制作とか作品を、まあ、論文にしようとすること、の問題点とか難しさの話になっているような気がするんですが、もう音楽の特に演奏の人たちの場合は、そもそもその自分の演奏が論文の対象ではない、でまあそれに近い人は、まあ、いないわけではないですが、その人の場合は、まあ、言語ができるテーマ、例えば、筋電図で自分の、筋肉の動きを数値化してそれを分析するっていうような研究は、自分の演奏が研究対象になったりはするかもしれませんが、それ以外のそのどう考えているかとか何を表現したいかとかっていうのは、そもそもその研究の対象にはなっていないっていうことが言えるかなと思います。それが作曲になるとちょっと変わってくるかと思うんですが、どうですか、ちょっと話しちゃっていいでしょうか。いや、成本さん、ちょっと意見が。はい、愛知県立芸術大学の成本です。自分のことをお話しさせていただきますと、私の作曲は日本の伝統音楽を分析して、でそれをこうグラフに調音したものを作品にこうリアリゼーションしていくというやり方をしています。で博士論文では、特に戦後 その日本の伝統音楽に着目した作曲家たちというものを調べて、で、まあ、どういう方法で日本の伝統音楽を自分の作品に取り入れている人たちがいたのかということを書きました。なので自分の作品自体は全くその研究の対象にももちろんならないんですけれども、私のこのやり方を、まあ、歴史的に日本人その戦後はみんなどうやっていたのかっていうふうにまとめたわけです。で その後、それをまとめて、あ、この人はこんなやり方、この人はこんなやり方をしてたんだっていろんなサンプルが出てくるので、それがまた、私の作曲にもフィードバックされるというか、そういう方法があるんだったら私はこんな風にどうかなという感じで、私はやりました。他の作曲の人も大体やっぱり自分が、作曲をこういう風にやってるので、では他の作曲家はどんなのがあったかというようなことを調べたりアナリゼしたりしている人が多かったと。ありがとうございます。いろいろな、事例、それから、ご意見をいただいて大変、まあ、良かったと思います。制作そのものに関係あるのではないそのものっていう、あ、どうぞ、はい。今ちょっと自分の作品が論文にならないみたいな話になってましたけども、ちょっとこの JSS って書いた創作ノートっていうカテゴリーがありまして、自分の作品をきちんと文章化して解説するっていうカテゴリーを設けておりまして、そのストックが結構溜まってるんですね。論文結構いろんな人が書いてくれるもんですから、日本語でこれだけ文献があるのは珍しいと思うので、ぜひ読んでいただければと論文集を作ってる立場から思いました。創作ノートに関してなんかこういうフォーマットでお願いしますみたいな、なるべく自由にですね逆に言うと選ぶ方の基準は、なんか言語能力だって論理構成がしっかりしているとか、そういう今のところ査読付きのはまだないので、いわゆるこの口頭発表のための原稿として創作ノートっていうのを設けていますね。なので、審査はしてない。明らかにおかしいっていうのは歴史的なそういうのはおかしいっていうのはありますけど、そういうのは修正今チェック入るようになりましたけども、それ以外は自由ですね。JSS ホームページに載っております。ぜひぜひご覧ください。宣伝でした。JSS の宣伝をしてしまいましたが、申し訳ございません。あまり議論をまとめることができなかったんですけれども、一応このセッションとしてはここで切ります。で、4時から、コンサートですので、ちょっとここで、終わりにしたいんですけれども、お時間のございます方は、議論を続けていただき、ちょっとだけお茶が外にあります。お時間を議論を続けていただいて、4時からちょっとコンサートはちょっと建物を出て外を一応まっすぐ門の方に戻って歩いていただいて、
そこら辺にコンサートコンサートって書いてありますけれども、あの門から入ってすぐ左手の、建物がコンサート会場です。で、とですね、あのお時間のない方はちょっとあれですけど、懇親会でもまだ、語っていただくことができますので、今日の懇親会まで、そしてまた明日も、どうぞお時間がありましたらよろしくお願いします。インスタレーションの案内もお願いします。時間インスタレーションの案内をお願いできますか。インスタレーション展示場所の案内。あ、インスタレーションの場所について、あ、中川先生ちょっと、はい、変更があったあの、インスタレーションは、ここ出てまっすぐ行ったところに3点ほどあって、左に曲がった廊下に1つで、また奥にまで行って右に曲がったところにもう1つあります。でこの建物は、6点あって、でこの建物から出てコンサート会場に行く途中で左に、1つ建物がありますので、そこの2階に2点設置してありますので、よろしくお願いします。お疲れ様です。